ガスクロマトグラフィー実験室分析科学とは、資料中の科学成分の種類や存在量を解析したり、解析のための目的物質の分離方法を研究したりする科学の分野である。得られた知見は、社会的に医療、食品、環境など広い分野で利用されている。資料中の成分判定を主眼とする分析を、訂正分析と言い、その行為を同定すると言い表す。 また、資料中の特定成分の量あるいは、比率の決定を主眼とする分析を定量分析と言い,い、その行為を定量すると言い,い表す。ただし、近年の分析装置においては、どちらの特性も兼ね備えたものが多い。分析手法により、分離分析、分光分析、電気分析などの区分がある。あるいは、検出手段の違いにより、適定分析、重量分析、 機器分析と区分する場合もある。ここでいう機器分析とは、分光器など人間の互換では観測できない物理的測定が必要な分析グループに由来する故障である。現在では重量分析も自動化されて、もっぱら機器を用いて分析されているが、機器分析とはしない。分析科学は大学の科学教育において基礎科目の一つであり、 環境科学への展開や高度な分析技術の開発などが研究のテーマとなっている。近代以前、科学と錬金術との差が明瞭でない時代には、外見や味の感覚的情報、密度や高度、融点など、物理的性質、酸やアルカリとの反応性、指示薬による非色分析、または沈殿法による被蓄分析など、経験的に蓄積された知識によって、 定性分析が行われていた。18世紀にアントワーヌ・ラボアジエやジョゼフ・プリーストリーらの研究によって、徐々に化学物質の本質的な構成要素である元素が発見された。ロベルト・ブンゼント・グスタフ・キルヒホフ19世紀前半にマイケル・ファラデーらによって電気分解の研究が進められ、多くの元素が単体として得られるようになった。19世紀後半には、 ロベルト・ブンゼント・グスタフ・キルヒホフによって文光法が発展され、スペクトルから科学分析ができるようになった。1849年にはルイパスツールが主席産の研究からキラリティを発見した。19世紀後半から20世紀初頭にかけては分析科学にとって重要な発見が続けられた時代であった。1895年にビルヘルム・レントゲンが x 線を 1896年前後にビルヘルム・ビーンが質量分析法の原理を1906年にミハイル・ズベットがクロマトグラフィーの原理をそれぞれ発見し、これらは分析科学へと応用された。1913年にはブラックフシによって X 線解説が確立され、結晶構造の分析も盛んになった。1925年、 ルイ・ド・ブロイによって電子の波動性が提唱されると、この考え方に基づいて1931年にエルン・ストルスカとマックス・クノールによって電子顕微鏡が発明され、現在でも極微構造の観察手法として欠かすことのできない操作型電子顕微鏡や透過型電子顕微鏡へと発達していった。百三十八年にはイジドールイザー・アクラ・ービが核磁気共鳴を発見。 フェリックス・ブロッホラによる改良を受けて、核実共鳴分光法が開発され、有機化学には欠かせない分析法へと発展していった。1982年には、ゲルト・ B ・ニヒラによって、操作型トンネル顕微鏡が発明された。これをもとに、原子間力顕微鏡をはじめとする多くの操作型、プローブ顕微鏡が開発され、今日のナノテクノロジーの流星を支える重要技術となっている。 ありがとうございます。